はいどうも、サトチャンネルです。今話題のですね、このこちら楽天モバイルアンリミット、はい、こちらはですね、月額2980円で、データ無制限、それからね、電話もかけ放題というね、夢のようなプランでね、今話題となっております。現在はですね、300万人限定でですね、月額料金無料で1年間使えるというね、すんげえ太っ腹なキャンペーンをやっているわけなんですけども、私もですね、早速これ楽天アンリミット、これね、スマートフォンに入れまして、使っております。はい、現在ですね、私が住んでるのは富山県超ど田舎なんですね。でですね、このね、楽天回線があるのっていうのは本当ね、首都圏のごくごくごーく一部の地域だけで、あとほとんどですね、今 au 回線を曲がりしてるというような状況なんです。はい、なんだけどなぜか知らないんだけどね、まあ普通はね、これはまあ東京とか大阪とか名古屋とか、まあほとんどまあ首都圏ね、首都圏のほんと中心部の一部だけなんだけど、実はね、すでにもう富山県はなぜか楽天モバイルの回線が来てるんですね。はい、これね、自宅からね、だいたいね、まあ、5分10分ぐらいの距離に行けばもうね、楽天回線が来てるんですよ。なぜかうちのこの田舎にね。はい、なので今回の動画ではですね、実際にこの、まあ、この田舎のね、楽天エリアに行ってみて、通信状況がね、実際のところどうなってるのかっていうところをね、皆さんにお伝えしたいと思います。はい、というのはですね、これからまあ楽天エリアっていうのはね、徐々にあのエリアを広げていきます。はい、これがね、1年ぐらいかけてまあこの全国にやってくると思うんですけどもね、まあそういうね、皆さんの場所に先駆けてですね、私がちょっと現地に赴いて、実際この田舎の楽天エリアの通信状況っていうのはどんな感じなのかなというところを、まあちょっと皆さんにね、情報を共有できたらなと思って、ちょっと実際今日ね、テストをやってみたいと思います。やっぱりね、これは首都圏とね、田舎ではちょっとまあ環境なんかが違うと思うんですよね。例えばまあ都心部だったら、やっぱりこう建物が高かったりね、まあ、あの地下鉄があったりとかっていうような、こうなんかこういう建物のいろんな変化がありますけども、まあ田舎の方に行けばね、まあ、そんな高いビルもないし、まああの一面ね、原っぱとか田んぼとかね、まあ、そういうところもあるかと思うんですけども、まあそういうね、あの地方住まいの方のまあリアルな状況に近い情報がね、まあ、今回お届けできるんではないのかなとね、ちょっと期待しております。それではね、早速現地に赴いて通信テストをやっていきたいと思います。はい、ではですね、今からあの車であの現地に向かいたいと思います。まあこういうご時世ですからね、やっぱりこう人との接触っていうのはもちろん避けながら、安全に行きたいと思います。でですね、この富山のね、楽天エリアのある場所なんですけれども、通常はですね、割とその人口密集地に楽天エリアっていうのは割と展開してるんですね。まあ、これは東京とか、まあ、埼玉とか、まあ、あとは兵庫県とか大阪もそうなんですけれども、大体その人口の集中する場所を中心に、この楽天エリアっていうのはね、まあ、エリアを徐々に広げていくところなんですけども、まあ、全国でもね、数少ない中の一つ、富山のエリアはなぜかですね、そういうなんていうの、駅周辺とかね、まあ、人口が密集するような場所ではなくてね、富山市と高岡市っていう、まあ、そのね、主要都市2つを結ぶちょっと中間ぐらいにある場所で、もう割といわゆるまあ田舎っていうかね、元の田んぼとかが多い場所が、まあ、今回その楽天エリアになってるんですよね。なので、まあ、ちょっと通常とは環境がちょっと違うかもしれませんが、とはいえですね、地方はこういうふうに、まあ、楽天モバイルが発展していくのかなというふうに考えたときに、まあ、ちょっとね、これから先地方の方々にとって割とね、実践的なテストになるんじゃないのかなというふうにね。はい、ただいまですね、車で5分ぐらいの場所に来てます。今いるところがね、富山市の本郷という場所なんですけどもね、ちょっと今ね、すごい通きました。ちょうど、楽天エリアがね、周囲に囲まれてるんだけど、ここだけね、ぽっかり穴が開いてる。その場所、ここは一応ね、楽天エリアではなかった。すげえあれだね、運が悪いよね。ちょうど楽天エリアのこう真ん中あたりに来たつもりがさ、ちょうどね、ぽっかり開いたところに来ております。じゃあね、今この場所が楽天エリア、まあ、どんな風になってるのかっていうところをね、ちょっとお見せしていきましょうか。ピッとね。
はい、今ね、マイ楽天モバイルというアプリを開いております。はい。これでどうなるかな？はい。お！来た来た来た。いきなり。ちょっと待って、今ね、ちょっとここ隠すかな。楽天エリアに入ってるわ、今。楽天エリアに入ってますね、今。おお。楽天回線エリアに入りました。一応入りましたね。じゃあ、通信速度がどれぐらいあるのかっていうのをね、じゃあちょっと測定していきましょうか。うわ、すげえ、掴んじゃった、いきなり。いきなり掴んだね。はい、じゃあスピードテストね。はい、やっていきたいと思います。はい。いきますよ。今、接続マルチ、サーバーの検索。まあ一応、楽天と出てますね。まあ au でも楽天で出るんだけどね。はい、スタート。ポチ。ピューン。さあ、どれぐらい出るかな。ここは結構早いんじゃないかな。どうかな。隅っこの方だけどね。はい。あ、でも au とそんな変わんない。8Mbps。うん、楽天エリアだけど、そんなめちゃくちゃ速くはないね。田舎の方はまだまだ。はい。次はアップロード速度。あら、なんか au と速度が似てる。うん。これが本当に楽天かどうか。まあでもね、一応アプリで見たら、一応楽天エリアには入っておりました。はい。まあ、ダウンロードが 8.48、アップロードが 3.2Mbps ですね。はい、現在ね、富山県のね、射水市エリアに来てます。なんと射水市も楽天エリアになってますね。この地図上のね、かなり、まあ、北の部分でちょっと、まあ、速度チェックをやってみたいと思います。はい、それじゃあですね、マイ楽天アプリをちょっと今リロードしてるとこです。さあ、どこ出るかな。お、はい、ちょっと電話番号隠しますが、はい、今ね、楽天エリアになっております。それじゃあね、速度チェックの方をやっていきましょう。さあ、どれぐらい出るかな。いや、もう周り、ほんと、もうね、田んぼ、ほんとね、見渡す限り田んぼばっかでね、もう、そういうとこばっかですね。はい。まあ、もちろんね、まあ、飲食店とかがちょっとこう、並んでるところもあるんですけども、大体この辺のエリアはね、まあ、こんな感じのところばっかですね。さあ、どうでしょうか。はい、今、接続中というところで、お、今ちょっと通信速度が遅くない？ちょっと時間かかりましたね。はい。どんなもんか。まあちょっと10メガ、見えるかな ?10 メガいってないぐらいの感じの速度。7メガ、8メガいくかな？あ、いかないね。通信速度、しかもね、上りもね、そんな速くない。いや、1メガいってないぞ、ここは。ちょっと悲しいですね。はい。こんな感じ。一応、楽天エリアのはずなんですけども、速度がね、あんまり出ない。ちょっと意外な結果。念のためですね、LTE ディスカバリーっていうアプリで、まあ、チェックしてみたんですけれども、楽天モバイル、バンドさん、掴んでますね。はい。いつもはね、これ18、うちでやるときはね、バンド18という表示をされるんですけども、一応ね、楽天のエリアに入っているよという感じになってますね。じゃあね、引き続き北部地域を調査していきたいと思います。およそ300メートル先、左方向です。はい、現在ですね、呉羽町の野田という場所に来てますが、本当にめっちゃ田んぼだね。前回ロケをやったのが多分あちら辺かな、方角的に言うとね。はい、もう夕日が沈みつつありますから、さっさとね、速度チェックしていきましょう。はい、まずですね、 LTE ディスカバリーでもちゃんと、はい、見えるかな、バンドさん楽天エリアを掴んでおります。はい、じゃあ速度チェックでね、どれぐらいいくのかな、見ていきましょうかね。はい、これ違うな、さっきのやつだ。はい、いきますよ。はい、楽天エリア、はい、サーバーの検索中。はい、はい、はいはい、あ、楽天モバイル東京、やっぱ東京って出るんだね。はい、じゃあ、まあスタートしましょう。はい、こっち、チャラリラリラ、はい、テキテン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 、水速度、あら、そんな変わんないね。やっぱりちょっとこう、エリアが近いと似たような速度環境になるのかな。ここの場所はね、地図上でも北側の
一番東端って言えばいいのかな。ちょっとまあそんなような場所になります。はい。今速度、はい。あ、上りもね、そんな速くないね。3メガ、4メガぐらいしか出てない。はい。はい、これでじゃあラリーラリーラー。これで計測終わりかな。はい、終わり。はい、結果。結果発表。ダウンロードが10.3Mbps、アップロードが 3.74、ピングがね、40ミリ秒という成績でした。はい。じゃあ次行ってみよう。はい、現在ね、富山市の野町っていうところに来てます。まあ、今回のね、テストの中でも多分一番ここが都会になるかと思いますけれども、富山県民のね、セレブ向けスーパー、アルビスの前に来ております。はい、この辺はね、まあ、あっちの方にもね、飲食店がね、結構立ち並んでて、まあ、結構賑やかなとこかな。で、あっちがね、中古車、自動車のオークション会場がね、あるところになっています。スクラップの山が見えるけどね、向こうがね、自動車オークション会場という感じですかね。まあ、あとはこの、北陸新幹線が走ってるよ、あそこね。新幹線が走ってるよ、本当はね。はい。じゃあ、こういう場所でですね、速度チェックやっていきたいと思います。はい、ね、実はね、ちょっと驚く事実が判明しました。はい、実はこの場所、2日前に来た時はバンド18しか繋がらなかったんですよ。それが今ちゃんとバンド3掴んどるわ。はい、じゃあこれでね、速度チェックしていきたいと思います。いきますよ、せーの、ドン、ポチ。いや、なんかまあ日に日になんかこうエリアが拡大してるっていうことだね。あ、すごい。あ、速度。あ、ちょっと速い。あ、こんなもんか。10Mbps? あと、アップロードはどんなもんかなってとこだね。まだ利用者が少ないのに、この通信速度だとちょっとね、そんなに速くないよねって感じするけどね。あ、7メガぐらい。めちゃくちゃ速くないな。はい。っていう結果が出ました。はい。ダウンロードが 9.2 メガ。アップロードが 7.97、まあ約8メガぐらいかな。ピングは、48ミリ秒。まあ大体似たような感じなのかなと思います。じゃあさ、次はね、前回、なんかこの爆速が出た場所、ちょっとまあ田んぼのね、ところで、すごいスピードが出たんですよ。一応あの時 au 回線だったはず。ちょっと見間違いじゃなかったらね。一応ね、そこにもう一回行ってみて、速度計測をしていきたいと思います。そろそろ夕日が沈むね。はい。また田んぼかよって言わないでね。はい。もうこんな感じ。でもね、ここ結構通信速度が出る場所なんですね。もうあそこすぐ、呉葉山です。で、ファミリーパークがあるし、あとこの辺桜並木がね、もうちょっとだいぶ葉桜になっちゃったかな。あと梨なんかもこの辺ね、この通り結構ね、売ってたりするんですよ。はい、この場所で速度チェックしていきます。ちなみにね、ここはね、富山市の東老田という場所です。で、富山県のね、楽天エリアの中でもちょうどここがね、中心部分になるんですね。はい、じゃあ実際ね、どんな感じなのかって速度チェックしていきましょうかね。はい。ひょっとしたらね、バンド18っていうのは見間違いだったのかな。ちょっとリロードする。あ、大丈夫だ。あ、バンドさん掴んでるね。あ、多分やっぱバンドさん掴んでたんだ、あの時。au 回線かなと思ったら、確かに通信速度違ってたからね。じゃあ行きますよ。じゃあスピードチェックをやっていきましょう。ここはね、めちゃめちゃ速かったんだよ。はい、このバッテンしてね。行きます。はい。はい、楽天モバイル東京ってね、つないでますね。はい、じゃあスタート。ほら、ここ早いですね。あ、まあ、そうでもない。あら、そうでもないね。そうでもない。普通だと。最初ピュッと早いかなと思ったけど、まあ、10メガぐらいか。昨日はね、昨日じゃないわ。2日前か。30メガぐらい出たんだよね。あ、アップロードも10メガ出てる。まあ、ぼちぼちかな。この間ほどは早くないけど、やっぱあれかな。やっぱ楽天モバイルに切り替わったんかな。ああ。なんかちょっとね、針の動き方がちょっと違うね。時間帯はね、そんなに変わらないんですよ。なるほど。やっぱちょっとね、楽天モバイル化がどん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 進んでいるということかもしれませんね。はい、そんな感じです。じゃあ、次行ってみよう。
はい、富山西インターに来ました。ここはこの楽天エリアの中でもね、あの南側になります。一気にね南側にジャンプしました。じゃあね、ここの通信速度がどれぐらいあるかチェックしていきましょうね。 LTE ディスカバリーで見たら、なんと残念ながらバンド18、au 回線ですね。ここはまだね、一応そのなんていうのかな、このエリアの中でも割とこうなんていうのかな、この割と真ん中ったら辺だからね、ここに届いてないってことは、まだまだそのちゃんとこう整備がされてないのかなというような感じ。これでもね、これもね、もう1日単位で変化していくので、ひょっとしたらまた明日来たらね、つながってるかもしれませんが、まあせっかく来たんでね、じゃあこの au エリアでどれぐらいの速度が出るのかなというところをね、見ていきましょうか。はい、じゃあ通信速度チェックしていきますよ。はい、それではこれなんて表示、楽天モバイル。まあ、東京。これは変わらないんだね、表示はね。はい。じゃあ、スタート。こっち。通信速度はどうかな。はい。あは、早い。上、めっちゃ早い。なんだよ、au の方が早いじゃん。これはね、嬉しいことやら悲しいことやら、どっちなのかな。はい。もうすげえ早い。爆速です。めっちゃ早い。はい。あっ。アップも早いよ。20メガオーバー早い。なんだよ、楽天。ちょっと頑張って。はい。この速度が出ました。はい。というわけで。わ、ピングも33ミリ秒です。遅延も少ないね。はい。まあまあ、そんな感じでした。いかがだったでしょうか。てなわけでね、まあ、楽天モバイルの、楽天エリアのね、検証テストをやってみましたけども、いかがだったでしょうか。まあこのね、田舎の富山でも今現状こんな感じになっておりますので、まあこれはね、今後まあいろんなね、全国各県にこれはね、発展していくと思いますので、何か一つね、参考になればと思って動画にしてみました。そしてね、富山エリアの方も今ね、自分のところは楽天エリアなんだけど、まだまだね、au の電波になってるよという方も、どうもね、本当日に日に変わっていくので、しばらく待ってみればね、また状況も変わるかもしれませんね。はい。てなわけで、今回は、今回の動画は以上です。もしね、この動画が参考になりましたら、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、さとちゅんチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。うわ、夕日が綺麗だね。黄金に輝く夕日です。でかい。